笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二、55、占い5日、TBS 系、サンデージャポン、日曜全9-54に出演。テレビ朝日、報道ステーションのメインキャスターを務める同局の富川悠太アナウンサー、43、が、新型コロナウイルスの感染検査で陽性と確認されたことに言及した。田中は、いろんなバラエティ番組とかもね、我々も接する機会が多いですから、芸能界とかテレビ局関係も広がっているのかなって気がします、と話した。